演舞開演。どうも、本日はこちらのメスドご飯の新作4種を食べたいと思います。まずはこちらの新作のチーズサルサドッグをいただきたいと思います。あ、つつか、さあ、出来たてなのでやっぱり熱いですね。ではいただきます。おや、思ったほどではないんですね、これは。続いてもそこまで激辛というわけではなく、むしろピリッとちょっとくるような感じですね。ね、ウインナーの歯応えもしっかりあって、いや、ソーセージだかな。とっても美味しかったです。ちょっと残りますね、ピリピリ感。では続きまして、こちらのセイボリーサンドドーナツハムコーンをいただきたいと思います。いつものって、甘いってことですね。コーンが入っていることで、まあ、クリームにまろやかさが生まれ、まるでポタージュをそのまま中に入れたような感じですね。ハムの程よい食感もあって美味しかったです。続きましてはこちらのコーントーストをいただきたいと思います。違いは出てるんだけどね。こちらは先ほどのコーンクリームと比べると少しマヨネーズ強い感じですね。コーンはあくまで食感を楽しむためというような感じで、いいイメージで置いてあって、コーンがお目当ての方にはちょっと物足りないかもしれませんね。反対にマヨネーズが好きな方にはおすすめできます。そして最後はこちらのハムと煮卵パイ、こちらで締めくくりたいと思います。いただきます。煮卵って確かにラーメンのイメージありますけど、いわゆる卵タルタルソースだとちょっとありきたりだと思ったのか、あえて煮卵にしたのかもしれませんね。さっくりとしたパイ生地を食べ進めていくと、中から煮卵の甘みや旨みが口の中に広がり、それを楽しむことができて美味しかったです。ハムもちょうどいい感じでしたしね。食感、さっくりとした食感も楽しみたいけど卵も食べたいという方にはおすすめできます。ミスドのご飯、前よりもさらに進化していますね。また食べていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。